こんにちは、はちみつ農園ポコトスカーナです。ここは別の豊穣にやってきました。僕のポケット、こっちには出房したばかりの新女王が4匹、こちらにはまだ出房していない大台が4つあります。ここの豊穣で継ぎ箱してあるのは全部健全な細密群ですが、一段になっている群が何か全部王がいなかったりとかいろいろ問題があります。その一段群が 1,2,3,4,5,6 個ありますので、6個の箱にこの新女王をどう使っていくかをまず決めていきたいと思います。まず1つ目、豊穣を2枚他の細密群に出してやったということで、一応女王はこの群はいますので、新女王を入れる必要はないかな。その次、出房が王発見、大台あり、大台がある、9王は出たと思う、あということはおそらく分布したんでしょうね。だけど蜂はたくさんいるんだと思います。9王はまた羽がなくて飛べなくて見捨てられたというパターンじゃないかと思うので、出房が5月1日、産卵5月1日ということはまだ先なんで、おそらくまだ大台がついたままになっていると思います。と見てみます。もし大台がついたままで出ていなければ、この信号を入れてやりたいと思います。出た跡がない、うん、いっぱいついてるけどね。いっぱいついてるね。うわ、こんなついてるのかな。あ、本当だ。見て見て、これすごい。まだ作ろうとしてますね。ということはですね、たとえ5日か1週間でも早い方がいいので、大台を切り取って、さっきの女王を入れたいと思います。大台を切り取ります。大きくて立派で惚れ惚れするような大台はなかったので、全部切り取ってしまいました。なんでそんなに女王候補生をいっぱい作るの？一つでいいんじゃないの？一つだと失敗する可能性あるもんね。時々ロイヤルゼリーが固まって中身何もないっていうのはあるもんね、うん、なのでまあ候補うまくいくかどうか分かんないから、いくつか作るということだと思うけど。だってそんなに数いるミツバチじゃないの、ミネコの巣は。そんなに数が働きバチいる巣箱じゃないでしょこれ。うん、それ以上のことはミツバチに聞いてもらわないと僕もよく分からないっす。それではこの、蜜蜂に使う大籠よりもこっちの籠の方が四角い箱、うん、蜜蜂があのロイヤルゼリーをあげてくれるときにあげやすいと思うので、こっちの箱を使いたいと思います。ちょっと集中して。女王蜂を上に、虫はもうみんな上に上に上に行こうとするから、上に行ってください。早く上に行かないと嫌なことするよ。動かないね。行こうの。おい、来た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 、動いた、うん、来た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 。俺行く行く。あ、入った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 。じゃあまた下がった。入った入った入った。もう少し上に行った方がいい、ね、あ、出る出る出るな、はい、こら、おい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 、はいどうぞ、はい、ということで入りました。ここに女王を預けておきたいと思います。ここで数日置いておきます。4月27日他軍より新王入れたと。これも同じなんだよね。5月1日出房予定になってるから、いっぱい出してくるね。お前たちは出稼ぎに行け。隣のお家に出稼ぎに出されました。お前たちは出稼ぎに行け。で稼ぎに行け。よいしょ。あら。ああ、びっくりした。初めから
どんどん刺身来てたもんね。何してたんだっけ。大台を切るの、前のと一緒で。大台を切る。立派なお題があるね。よし、このお題は立派なお題があるね。このお題は切り取っておこう。ね。こういう格好で。こういう格好でお題作ってくんだよね。あの、なんていうんだっけ、移住した時は、お題を切っておすばち切りをしてきました。じゃあ、乗鉢をもう一匹します。生きてるよ、確認しないとね。生きてるね。それではこの女王をこちらの金網の籠に移します。この女王は、あら、まだ入っちゃった。入って入って。社長が来てるね。社長ウグイスの。社長、あ、こっち来い、こっち来い。ここで受け入れてもらってください。はい、頑張ってね。まだハッチしてないのはどうするの。それはもう預けと、帰って無用群作って預けとこうかなと思って。あ、そう、ね、あ、そう言ってたね。この動画では女王採蜜をした強群にできたたくさんのお題、立派なお題がついていましたので、その活用についていろいろご紹介してみました。この動画がいいねと思ったらいいねボタンを、そしてこういう動画を上げていますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。